朝鮮総連本部ビル売却問題。朝鮮総連本部ビル売却問題とは、2007年6月に発覚した朝鮮総連本部ビルの建物及び敷地の不透明な売買に関する問題のことを指す。朝鮮総連の利権を守るために、複数の国会議員や政府関係者が関与したと、される。2007年6月12日のメディア各社の報道において、 在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連の中央本部、東京都千代田区富士見2丁目14の15の建物、及び敷地の陶器が5月31日付で元公安調査庁長,長官であった小形茂武が代表取締役を務めるハーベスト投資顧問株式会社へと変更されていたことが判明した。その後、この所有権移転陶器は、 同2007年6月18日に予定されていた東京地方裁判所における朝鮮総連れの不正融資疑惑に関する判決に続いて予想される整理回収機構による資産の差し押さえを逃れる他の仮想売買である可能性が高いことが報じられた合わせて土台人の疑惑や日本人拉致などの種樹の犯罪に関与したなどとして破壊活動防止法の適用も視野に入れた捜査 調査が進んでいるとれる、朝鮮総貫に対して、調査活動を担当する側である、公安調査庁の長官経験者が、積極的な方向で関与していたことなどが、主に批判された。小方は、この売却の約1ヶ月前の同2007年4月19日に、ハーベスト投資顧問株式会社の代表取締役に就任しており、同日に、同社所在地も、 中央区内から、目黒区柿の木坂の尾形の自宅へと変更されている。一方で、同社は関東財務局への投資顧問会社登録及び、日本証券投資顧問業協会への加盟を行っておらず、実体のないペーパーカンパニーである、可能性が高く、尾形も、この事実を認めている。同2007年6月13日に、尾形は、記者会見を行い、 朝鮮総連ね本部が差し押さえられた場合に在日朝鮮人にとっての大使館がなくなり彼らが機民となるのを見るのが忍びない。またその種の施設が存在することが日本の国益にかなうと信じているためにこの取引に関与したと述べた。また、小形はこの件は土屋貢献から依頼されたと発言し土屋が朝鮮総連の代理人であったことも明らかにした。 またこの取引の発端は、旧住宅金融専門会社、重船の大口貸付先の会社の元社長で、1998年に、住宅金融再建管理機構による差し押さえを、免れるために仮想売買を行い、強制執行妨害で逮捕され、有罪となった三井忠夫が、小形と朝鮮総連の代理人を務めている人権派弁護士で、 日本弁護士連合会会長を務めたこともある土屋を引き合わせる形で進められたとされる。三井は報酬として朝鮮総連ね側から約4億8千万円を受け取っているとされ、一方、資金提供予定者との仲介に立った元銀行員にも同様に約1億円が提供されたとされる。東京地検はこれらの朝鮮総連ねからの資金の 不透明な流れについても解明を進めており、本件取引全体の問題点も含めて、朝鮮総連の副議長など現職幹部らからも事情を聞いている。さらには、報酬等の支払いがあったかどうかは不明ではあるが、公安庁佐長の現役職員も本取引に関与していたと一部で報道されている。上記記者会見同日の13日から、東京地検特捜部は、 電磁的構成証書原本不実記録等の容疑で、ハーベスト投資顧問株式会社及び尾形及び土屋両社の自宅の家宅捜索、さらに両社からの任意の事情聴取を行った。問題の仮想取引においては、約35億円とされる代金の支払い前に、登記が行われており、差し押さえを逃れるための脱法、違法行為がなかったかといった点を中に捜査が進められている。 土屋貢献は、事情聴取で、資金提供者は1名で、日本人、支払い前の登記は、問題ない、契約書は、第三者向けに見せるものと2通作った。現在は報道で名前を明かせない資金提供者が、ためらっていが、資金が出れば、契約は実行されると合法性を主張した。朝鮮総面は、いわゆる、権利能力な記者団であるため、 投機等の法律行為に関して制限があり、投機を直接行うことはできない。その後、6月18日に土屋及び尾形は、総連根本部敷地及び建物の投機を、朝鮮総連根川法人に戻したことを発表した。両者の説明によれば、購入資金を用意する予定であった出資者が、資金提供を断った目であると、投機差し戻しの理由を説明した。一方、 特捜部では、陶器が戻されたとしても強制執行妨害等の容疑は消滅しないとして捜査を継続した。なお、この措置により陶器の往復が存在したため、東京都は不動産取得税の課税通知を、ハーベスト投資顧問及び、朝鮮総連の双方に送付した。その額はおののに、約8000万円、合計して約1億6000万円となっている。 6月18日、東京地裁は破綻した16の、超銀信用組合から債務を譲渡された整理、改修機構からの訴えに対し挑戦、総面側全面敗訴の判決を下した。合わせて、判決確定前に、同建物等の差し押さえ、強制競売等も可能な仮執行も認める、決定を行った。土屋貢献弁護士は、この判決について、 整理改修機構の訴訟は、総連組織の壊滅を狙うことが目的。これを許すことは、日朝の国交回復の大きな障害となると主張した。続いて、6月20日には、差し押さえの申し立てに必要な執行文が、同地裁から整理改修機構に授与され、これを受けて、機構側は、申し立ての準備に入った。一方、 総連つ側も同日に代理人の土屋が会見し、同裁判に対する抗争を断念する方向で調整に入ったと発表した。6月28日、東京地検特捜部は、小形と三井ら人を、朝鮮総連から35億円の不動産詐欺をした、疑いで逮捕した。2007年7月、朝鮮総連は整理回収機構が業売に、 向け手続きを進めていることに対し、政治的弾圧だと批判、また被告らが中央本部の土地建物を騙し取ったとされることに対し、現時点では出されたという認識はないなどと述べた。小形容疑者側は、総連資金1億円を返還することに、加え迷惑料5000万円を朝鮮総連に支払うことで合意、朝鮮総連側と、 総連としては尾形容疑者の卒業積極的に希望するわけではないという文盛り込まれた確認書を交わし被告弁護人が東京地検に提出したとされる。2007年7月18日、東京地検特捜部は容疑者3人を不動産詐欺で起訴。さらに8月7日、朝鮮総連から土地売買に必要な準備金名目に4億8000万円の 現金詐欺をした疑いで小形と三井の二人を追起訴。被告は現金詐欺については起訴事実を大筋で認めていると報道される。2008年5月23日に不動産詐欺で共犯として起訴された元新宅銀行員に対して懲役2年執行猶予4年の有罪判決が確定した。2009年7月16日、一審の東京地裁は 朝鮮総連財務担当上任委員と代理人、土屋光憲弁護士は、検察側の都合のいい証言をさせられており、内容が事実ではないなどとする被告の主張を退りけ、両被告に資金と不動産を詐取する意思があったとし、小型被告に懲役2年10月執行猶予5年、三井被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。 2012年3月29日、東京高裁は執行猶予付き有罪とした一審、東京地裁判決を指示し、検察側、被告側双方の控訴を棄却した。2014年5月19日、最高裁で、小型被告に、懲役2年10月執行猶予5年、三井被告懲役3年執行猶予5年の判決の、有罪が確定した。 2010年10月、小形は自身の一進行犯で違法な取り調べはないと証言した、検察での密意の取り調べを担当した前立根彦ら検事二人を偽証罪で最高検察庁を刑事告発するも12月に権利なしとして不起訴とした。さらに小形は2011年1月、不服として東京第一検察審査会に審査を申し立てた。 同審査会は7月15日付で不起訴相当と議決した。議決用紙では、検察への不信感が高まっている状況を利用し、自らの逆転無罪を得る好機と見て申し立てたのではないかと指摘、また、一般市民で構成する検察審なら、法的な論理を飛び越えて、基礎に持ち込めるのではないか、との意図が見え隠れすると、異例の申し立て人への批判を展開した。 この問題において、仲介役を果たしたとされる、三塚博士の元秘書でもある、不動産会社元社長、三井忠田が、自民党幹事長の中川秀直に献金するなど、親密であり、ビル購入の資金集めにおいて、自民党議員が役割を果たした可能性が、一部メディアで報じられている。また、同報道では、小泉純一郎や山崎拓を、 朝鮮総連とと近いい人物としてて取り上げている。朝鮮総連中央本部の土地と建物は朝鮮総連とは別の会社である朝鮮中央会館管理会の名義となっており整理改修機構は差し押さえに必要な手続きの認定を求める裁判を起こしたが2010年6月29日最高裁は貸付金を回収する目的での差し押さえは現時点では 不可能と訴えを棄却し整理改修機構の敗訴が確定した。一方、最高裁は名義は違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産であることを認める裁判所の判決があれば差し押さえも可能との意見も示した。整理改修機構は朝鮮総連中央本部の土地と建物が実質的に朝鮮総連の資産であることの認定を求める裁判も起こし、 一審、東京地裁では、勝訴。総連側は、控訴したが2012年6月27日に、最高裁判所棄却され、実質的に、朝鮮総連中央本部の土地と建物が、朝鮮総連の資産であることが認定された。同年7月10日、整理改修機構は、朝鮮総連中央本部の土地と建物の競売を、申し立てた。 総連側は最高裁判決後も競売回避のための返済交渉を続けていたが、2013年2月に入って政権交代のために決裂、2013年3月12日から入札が開始された。最初の競売では、鹿児島の再服時が45億1900万円で落札したが、納入期限までの資金調達に失敗し、 納入済みの5億3千万円の協託金を没収され、二度目の競売にかけられた。蔡福寺住職の池口恵美館は、日朝関係を考えて、朝鮮総連のビル退去を防ぐために落札したとされ、議論を呼んだ。二度目の競売では、モンゴルに本拠を置く、アバール LLC という企業が50億1千万円で落札したが、その企業の登記情報などに不審な点が多く、 売却許可を裁判所が遅らせることとなったその後の調査で売却を許可しない決定を行った。結局北朝鮮の手回しによるペーパーカンパニーの疑いが濃厚とされた。2014年3月24日、東京地裁は2回目の入札でモンゴルの企業に次いで2番目となる22億1000万円を提示した丸中ホールディングスへの売却を許可した。朝鮮総連側は 民事執行法や判例を無視した不当な決定。債務者としての返済額が28億円も減少し、不利益を被るとして、東京高裁に広告を申し立てた。朝鮮総連は、3回目の入札を主張している。丸中は、朝鮮総連への貸し出しなどは否定しており、東京高裁が広告を棄却した場合、朝鮮総連はビルから退出することになっていた。 2014年5月12日、東京高裁は朝鮮総連の広告を棄却する判断を下した。これを不服として、4日後の5月16日、朝鮮総連は最高裁判所に広告を行った。2014年11月4日、最高裁は総連側の広告を棄却し、丸中への売却を許可した東京地裁の決定が確定した。丸中ホールディングスは、 上記のように当初北朝鮮関連団体には転売しない、賃貸しないと公言していたが、水面下では朝鮮総連との接触を行っていた。2014年11月17日には高松市内で朝鮮総連の南、上りゆう、南駿副議長が丸中幹部と面会を行った。また、朝鮮総連の巨総マン議長と 本意な山内俊夫元参院議員も丸中に接触を行ってた。2015年1月下旬、丸中は山内元参院議員を経営する不動産会社の仲介で山形県の企業グリーンフォーリストに総連ビルを44億円で転売した。しかし、グリーンフォーリストは従業員数人の 小さな企業であり、44億円の巨額の資金源について、当初から疑問視されていた。結局のところ朝鮮総連の関連施設である、朝鮮出版会館の管理会、白山出版会館管理会が44億円を出したとされ、陶器上の所有者がグリーンフォーリストになるだけで、実質的には朝鮮総連がビルを取り戻したことになった。実質的オーナーが、 朝鮮系組織になったことにより、朝鮮総連は引き続きビルを利用できることになった。事実、グリーンフォーリストは、テナント入居として、朝鮮総連がそのままビルを使用するとを認めた。山内も当初から、総連の退去逃れの転売であったことを明らかにしている。このことは、総連本部の退去逃れとして問題視された。具体的には二十七億円の不良債権を、 関連団体を活用することで44億円の負担に減らすことに成功し、しかも朝鮮総連本部ビルは実質所有の状態を保つことができたとされ、ダミー業者を使って600億円の再建が骨抜きにされたと批判された。仲介した山内は朝鮮総連が継続使用できれば日朝関係が進展して国益にもかなうとの思いからだ。朝鮮総連の意向を 直接受けたわけではないと説明したが一方で、朝鮮総連の元議長とは、国会議員時代から知り合いであり、ビルの現状維持を希望していると聞いたので、移行を受け入れてくれる購入先を仲介し、手数料もビジネスの常識の範囲なので法的に、問題ないとも説明している。問題視する行為に対しては、取引は違法ではないので、朝鮮総連は責任を果たしており問題はないと、反論した。 ただし民事執行法では、競売物件を債務者や債務者をバックにした業者が買い戻す行為は、その視力があれば、弁済に当てるべきだとして禁じられている。しかも、そのダミー会社を使った転売工作に、またも元国会議員が積極的に関与していたことが明らかとなり、批判を呼んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。